阪海外の皆さん、こんにちは。こんにちは。私どもは本日、中之島公園から御堂筋を通って韓国の慰安婦、従軍慰安婦の嘘捏造を許さないというデモをしてまいりました。皆さんニュースでご存知だと思いますけれども、先ほども、弁士が言ってましたが、本当に今日本はふぬけの日本はバカにされてるんですよ。韓国の慰安婦、あんなものは売春婦です。今大阪にいるソープ場、韓国人、売春婦、夜に立ってるような売春婦もいっぱい韓国から出稼ぎに来てます。それと同じなんですよ。需要があるからやってるだけ、ただの売春婦です。戦中戦後、ただ需要があるから供給してただけ、自分から進んでお金のためにやってたんですよ。あの当時のね、戦争に行ってた方の、本当にね、タイとかね、もう本当に上のクラスの人、大学を出た人のお給料よりもずっとずっと多いお金をもらって売春をしてたのが従軍慰安婦と今言ってますが、従軍っていう言葉はないんですよ。日本軍が連れて行ったわけでも何でもありません。自ら金儲けのため、または家が貧乏だから親とか親戚に売られただけの話です。今のソープ場が家が貧乏やからソープ場になりましたって言ってんのと同じですよ。なんでそんなに日本政府が賠償しないといけないんでしょうか。なぜ日本が謝罪をしないといけないんでしょうか。皆さん、それに対してなぜ抗議の声を上げないんですか。日本人は昔も戦争に行った世代の今90、80代後半のおじいちゃんたち、根性ありましたよ。あの当時の日本女性も根性ありましたよ。竹槍訓練してたんですよ。たくさん亡くなってます、そのおじいちゃんたち。日本大和魂のあるおじいちゃんたちがみんな死んで、今ふぬけの子孫しか残ってないんですかっていうことです。韓国の日本大使館の前にですよ、従軍慰安婦ありもしない慰安婦像を建てられて、なぜ日本人抗議しないんですか。アメリカとか他のヨーロッパの国だって同じことされたら激怒しますよ。自分の国に誇りもない人間がどこにいるんですか。嘘を捏造を撒き散らせて、嘘捏造ばかりを言われて、お人よしね、いつまでも韓流だ、 K-POP だ、ヘラ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 してる日本人、本当に女の私たちから見ても魅力も何にもないですよ。今の日本人男性、もっと立ち上がってください。ありがとうございます。大和魂を持ってるのが日本人男性なんですよ。それに惚れてついていくのが日本人女性ですよ。何ですか、ジェンダーとか男女同権とか言って、女が男と同じ職業をしなあかんとか、そんなもんは今の日本人が教育に失敗して、日教の変な教育に失敗して、ふぬけになってしまったから女が必要にならなあかんみたいな世の中になってますけど、間違ってますよ。女の幸せは大和魂になる、日本を立て直せる根性のある男についていくのが日本の女性の幸せなんですよ。それを教えない、今の日本の教育も間違ってます。女と男が今性教育とかも小学校1年生からさせられて、女性の性の解放だとか中絶して当たり前だとか、そんなことを中高生に教えて、で女の権利だ自由だって言ってますけども、そんなものは本当に間違いですよ。あの小宮山陽子でしたっけ、あの大臣が夫婦別姓を推進したり、こんなものを全部間違いです。今の民主党政策、民主党が韓国、中国、そのような国の奴隷になって金づるになるような拉致犯罪者に、民主党は拉致犯罪者の親族に官はお金を献金してたんですよ。ニュースになってますよ。なんで日本人の皆さん怒らないんですか。横田めぐみさん、
に連れて行かれた。今日本政府は17人しか認めてませんが、実は500人、1000人、最近でも行方不明になった子供は拉致されてる可能性あるんですよ。大阪からも神戸からもいっぱい拉致されてるんですよ。そのね、拉致してる犯罪者が朝鮮総連であり、朝鮮学校は朝鮮総連とイコールなんです。今ね、無償化問題なんかもやってますけれどもね、そういったものを抜け抜けと我らの税金を補助して、拉致犯罪や北朝鮮もしくは中国や韓国が利するような、我々が必死で朝から晩まで働いて奴隷のように働いている税金をどん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 持っていかれるような、こんな国に対してもっともっと日本人は怒らないといけないですよ。なんで、ありがとうございます。なんで大和魂のあるアジア解放のために戦った日本人が、その子孫で我々が中国、韓国、北朝鮮の奴隷みたいなことにならなあかんのですか。戦争で何十万人も亡くなった英霊の皆さんは今靖国の空の上で泣いてはりますよ。この今の状況を見て、我々はそんなために戦って死んだんじゃないって泣いてはりますよ。我々は今こそその日本を平和にするために戦ってくださった英霊の皆さんに報いるためにも、もう一度何千年も続いてきたこの日本人の魂、伝統、道徳心、素晴らしいこの日本人の魂を強く呼び戻して、ゴキブリみたいな中国共産党とか拉致犯罪当たり前のキム・ジョンイルやキム・ジョンウン、あんなもんを叩き潰さないといけませんよ。それぐらいの気がしますよね。本当にね、もう韓流だとか K-POP だとかくだらないバラエティ番組で日本人をどん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 ふぬけにしてバカにするようなテレビ番組と、日本人を弱体化してふぬけにするような日教徒の教育と、本当に危機であることを知ってください。竹島はすでにもう韓国の軍隊に占拠されてますよ。この間韓国の音楽コンサートなんか開いてるんですよ。尖閣諸島の問題だってニュースになった時はみんな関心あるけど、時が経ったらみんな忘れてるんじゃないですか。尖閣諸島は沖縄県石垣市なんですよ。石垣市の土地がもう危機にさらされてるってことですよ。沖縄も危ない。台湾も昨日選挙でまた馬英九が勝ちましたけれども、本当に今日本が危機である。東日本大震災で素晴らしいに日本人とヨーロッパの方々が讃えてくれました。台湾の人が義援金くれました。この素晴らしい日本人の魂を知っているからですよ。アジアの人々が、ブータン国王が日本人に東日本大震災にたくさんたくさん義援金をくれてお祈りまでしてくれてるのは、過去の日本の素晴らしさ、戦争でアジア解放、インドが独立したのも、東南アジアの国々が独立したのも、アフリカ諸国が独立したのも、日本人の気概が世界にそれを示したからですよ。そうだ。だからこそ寄付をしてくれはったんですよ。それをね、